旧石器時代の宗教を表す一番多くの資料は、ビーナス像と呼ばれているものであり、出産と関わる女性の姿を造形したものであります。それから、さまざまな動物、生き物についての表現がございます。これらのことから、狩猟採集を基盤とする旧石器時代にの宗教においては、 女性の出産を祈願するという並びにこう自然界のいろいろなものについて網羅的ななな神聖な性質を認めるとといいううそのよあり方であったと思います人間男女それから自然界の動植物それから自然界の岩でありますとか川でありますとか海でありますとかそういうものそれぞれが全てが聖なる存在であって中でも 女性が子孫を産むという行為を大変尊いものと考えているような社会であったかと思います。